この度も再生いただきましてありがとうございます。スモールビジネス特化の学び屋、この部屋です。初心者のスモールビジネスオーナーに向けてパソコン教室、学習ワークショップ、カルチャーセンターの運営などをしております。今回のテーマは会員制ビジネスのメニュー作り、この3つを用意すればうまくいくというテーマでお話をしていきます。会員制ビジネスというのがテーマになります。 継続課金のモデルを作りたいとか、毎月の集客の心配がつきませんとかね、ストックビジネスを始めたいんですけどっていう声をですね、私たちの生徒さん、会員さんからよく聞きます。まあ、結構ね、こういった要望を持っている方とか、こういったところに課題を感じている方多いのではないでしょうか。でストック型のビジネスっていうのが出てきましたけれども、ストック型とフロー型っていう二つの種類が大きくあるんですよね。 ストック型っていうのは、まあ、言葉からもね、こう連想できると思うんですけど、積み上がっていくと。毎月の営業活動に依存せず、売り上げが確保できるビジネス。これをストック型のビジネスというふうに言います。で、対してフロー型っていうのは、毎月の営業活動が必要だということですね。ストックしていかないから、毎月毎月、まあ、自転車操業のように、お客さんを獲得し続けないといけないと。 そうしないとキャッシュが持たなくなる。売り上げが続かないということなんですね。まあ、大きくこのストック型とフロー型というものがあるよということなんですね。で、これどっちがいいのかというと、もちろんストック型が理想なわけです。で、完全にストック型に振り切るっていうのは難しいと思います。特に最初は。なので、フロー型とストック型をね、こう両立させながら、ストック型を重視していく。 っていう風な方向で決めていかないとですね、なかなかうまく回っていかないんじゃないかなと思いますね。最初はストック型一択っていうのは難しいんで、フローを確保しつつ、ストックを育てていくということになります。で、ストック型が理想的だということはもう言うまでもありません。昨今のビジネスモデルを見ても明らかですね。例えばコミュニティ運営をしていますとか、オンラインサロンを始めましたとか、会易性ビジネスやってます。サブスクリプションサービス、まあサブスクと言われるものをやってますと。 こういうことで、まあ、継続課金、ストック型っていうサービス形態っていうのが流行ってきているというか、えー、主になってきているっていうのは、これはもう言うまでもありませんよね。で、継続課金がやっぱ魅力なんですよ。こういったビジネスなんで流行るか、こういう形態をだなんでみんながこう望むかというと、継続課金だからということですね。毎月集客を行わずとも、固定で売り上げが確保できるというふうなビジネスなわけです。 例えば、毎月100万円の継続課金があったらどうでしょうか何をしなくても、まあ何をしなくてもっていうかね、営業活動をさほどしなくても、毎月100万円が黙っていても入ってくると。これ理想的ですよね。この継続課金が魅力だと。そうすると、新規獲得営業に右往左往しなくても済むようになりますと。まあだから、まあ、継続課金ストック型ビジネスをみんなやりたいわけですね。 で、顧問契約っていうのがあります。まあ、コンサルの方とか、あと、資業の方の顧問契約という形態があると思うんですけど、これも継続課金なんですよね。まあ、毎月毎月入ってくると。ただ、これ、俗人的な要素が強いです。これ俗人的っていうのは、社長とか特定の誰かに依存してしまうと。その人がいなくなったり、その人ではなくなった場合に、あ、じゃあ契約はやめますというふうになりがちだという問題点はあります。はい。 ということを抑えながら、じゃあ継続課金ビジネスっていうのはどんな種類があるのかっていうのをここから見ていきたいと思います。継続課金モデルには主に4つのタイプがありますよということですね。4つのタイプというのが定期購入タイプ、認定タイプ、コンサルティングタイプ、回数限定商品タイプというこの4つがあります。順にちょっとね、説明をしていきたいと思います。 定期購入タイプっていうのは、まあわかりやすく雑誌とか新聞を思い浮かべてください。まあ、毎月定期購読をしていれば届くと。毎月商品が届くってことですね。まあ、これは商品のラインナップとかネタ数っていうのが課題になってきますね。なんか有形の商品、形ある商品を届けるんであれば、その商品ラインナップが重要ですし、なんか情報を届ける、コンテンツを届けるっていう場合は、そのネタ数が必要になってきますよね。 はい。そういった課題もあるんですが、こういうタイプっていうのは成立している、まあ大きなビジネスにもなっているので、まあ一つのアイディアとして考えてください。定期購入タイプですね。そして次、認定タイプですね。まあ一種のフランチャイズのようなイメージですね。まあ丸、ま、っきりフランチャイズではないんですが、まあそういうイメージを、えー、持っておいていただくとわかりやすいかと思います。で、認定タイプっていうのは、認定制度っていうのを作って、認定者に 商品を広めてもらうんですね、まあ。アンバサダーとちょっと近いのかもしれませんが、まあ、認定というね、こう仕組みを作って、例えば認定講師になってもらうと。で、その認定講師が売り上げた一部を、まあ、協会というかその認定元というところで,ですね。一部収めてもらうっていうキャッシュポイントが発生します。で、これでもやっぱ継続課金っていうのは作れていきますよね。はい。そして、コンサルティングタイプ。これは、まあ、毎月、まあ、契約と似ていますね。 コンサルティングをしてくれる、相談をできるということで、そういった権利を販売すると。そしてこれはオンラインで全て完結させることも可能です。まあ、昨今ではね、ビデオ会議ツールっていうのがね、ありますし、まあ、テレワークなんかも可能なので、まあ、コンサルティングっていうのはね、こういったもので、まあ、オンラインでできるというふうな利点もあります。そして回数限定商品タイプというもので、わ、まあ、かりやすいところで言うと、ディアゴスティーニというサービスがありますね。全6回。 をすべてこなして初めて完成すると。一、はい、1回じゃ終わらないんですよで。2回でも終わらなくて、全6回とか全10回っていうパッケージが決まっています。このパッケージが終わるまでは毎月お支払いいただくというふうなビジネスモデルですねで。これ回数があるんで終わりがあるんです。ただし、終了までの10回とか20回分っていうのの継続課金は保証されるので、まあ言ってみれば、継続課金タイプとも言えます。終わりのある継続課金と言えますね。 ただこういった観点からもちょっと作ってみると、一つのビジネスのアイデアとしては面白いんじゃないかなと思いますね。以上、継続課金モデルの4つのタイプということで、定期購入タイプ、認定タイプ、コンサルティングタイプ、回数限定商品タイプというものをお伝えしました。とはいえですね、ここまで4つのタイプとかってね、ご紹介してきましたが、やっぱりこの会員制ビジネスとか継続課金ビジネスを始めるっていうのは、腰が重いなっていう方が多いわけです。 自分は何を提供したらいいのか分からないっていう悩みがね、多いんですね。自分がいざ、管制ビジネスとか、継続課金、まあ、さっきの4つのタイプなんかを参考にやろうと思った時に、何を提供したらいいのか分かりませんって方、やっぱり多いんです。でそこで今回は、管制ビジネスとか、こういった継続課金を始めるときに欠かせない2つの要素をご紹介しつつ、3つのですね、道具ってものをご紹介したいと思います。まず、2つの要素なんですが、情報と交流です。 この情報を与えるとか共有するってものと交流をするっていうこの二つの要素っていうのをまず考えてくださいということなんですね。この二つの要素はすごく重要です。誰でもできます。情報交流という視点でアイディアを考えてみましょう。そしてこの情報と交流っていうものを考えた上で会員制ビジネス継続課金モデルに必要な三つの道具っていうのを今回お伝えします。 三つっていうのが、一つ目がニュースレター、あるいは解放誌なんて呼ばれますね。で、二つ目が相談できる場所。で、三つ目がシェア、共有できる場所ということになります。この三つが先ほどの情報と交流を満たした道具とメニューということになります。でニュースレターっていうのは、まあ受け取ったことある方いるかもしれませんが、これね、ニュースレターを送るってなったとき、 ついつい構えてしまうんですね。すごいボリュームのものを送らなきゃいけないって思ってしまうんですが、実はそんなことはありません。そこまで大層なものは必要ありません。例えば自社の過去のコンテンツとか発信したものがあればそれでも大丈夫です。過去のブログの記事、メルマガ、会員さんのインタビュー記事、お役立ちコラム、プライベートな情報、なんでもいいんですね。 何でもよくて、接触頻度を上げてもらうとか、こっちの親近感を感じてもらうっていうものも役割としては入っているので、ニュースレターそこまで構える必要はありません。こういったものを参考にニュースレター発行を考えてみてください。そして二つ目は、相談できる場所ですね。これはいつでも相談できるという権利を与えると。で、これちょっとね、えー、その、 相談する人っていうのはカリスマ的で、その人がすごいパワーを持っていたら、少し俗人化しそうなんですけども、ここはスタッフを雇用したり、マニュアルを作るなどして対策をしていきましょう。で、これはいつでも相談できるっていうのは安心につながっていきますので、かなり価値を感じていただけます。そして三つ目はシェアできる場所ですね。これ取り組みとか成果を報告できる場所ですね。で、これ一番やりやすいのは SNS のグループ、まあ、非公開のグループなんかを使って、そこでやると。 で、これ、ビデオ会議ソフトを何度をね、使っていけば、オンラインでのイベント開催なんかもできます。みんな一堂に会してえ、共有する、っていうこともできますんで、そういうイベントなんかを使うのも効果的です。はい。ということで、ここまで3つのメニューをね、お伝えさせていただきました。ね、ニュースレッー、相談できる場所、共有できる場所ということですね。こういったことを意識して、会員制ビジネス、継続化金ビジネスを始めてみてください。 ということで、今回ね、まあ、編集後期まとめうことなんですけども、会員制は小さな会社にとって相性のいいビジネスです。はい。いかにこれポイントなのが、一人の人と継続的なお付き合いができるのか、ここが重要です。この、いかに一人の人と長い継続的なお付き合いができるかっていうのは、スモールビジネスでものすごく重要なことなんです。なので、まずは軽やかにですね、初めの一歩を踏み出して、この継続課金、会員制ビジネスを作っていってください。 ということで今回は簡易制ビジネスのメニュー作り、この3つを用意すればうまくいくというテーマでお話しさせていただきました。この度も再生いただきましてありがとうございました。スモールビジネス特化の学びはこのはやでした。